ロッリバリューション。こんばんは、山本隆です。先日のね、4月5日と6日に日比谷のですね、野外音楽堂であるイベントが開かれたんですけれどもね、その初日4月5日に世紀末のデーモンがですね、飛び入りの MC で出たんです。リハーサル中のね、スタジオから野音まであの衣装とメイクでやってきたんですね。もちろん車でですけど、ところが皆さんもご存知の通り、東京の都心は例のサミットの警備でね、おまわりさんがそこら中にいるんですよね。その中をあのスタイルで通過してきたというんですからね、出会ったおまわりさんね、本当に びっくりしたと思うんですけれどもね、そういうデーモンが今日は来てくださいました。どうも。人の目をかいくぐり、法の目をかいくぐり、半蔵門の FM 東京に現れるデーモン小暮だ。ところでここ FM 東京もね、半蔵門にあるということね、非常に危ない場所とされてるんですけれどもね、今日は大丈夫でした？検問受けませんでした？今日は何事もなかったな。そう。でもね、やっぱりおまわりさんさぞびっくりしたでしょうね。大体警官はすれ違うたんびに、驚いて振り向いてんだ。振り向くってなんか呼び止められない、特にやはり警官もそれなりに分かっていると見えてな、あそこまで仰々しい格好をしているものがテロリストだとは思っていないようであるから、ね、そりゃそうだよね。歩いている場合は別に何も言われないが、車に乗っている場合は検問に大体会うな。ああそう、それはやっぱり車が悪いんだよね。ということでね、今日はもう世紀末のデーモンがね、来てくださってね、どんな番組になるかね、僕も心配しておりますけれども、とりあえず今日はよろしくお願いします。よろしく。最近本当にね、忙しそうなデーモンですけれどもね、本当にあちこち駆け回って引っ張りだこということで。そうだな、別に我々が出たいと言ってるわけではないんだが、いろんなとこから依頼があるのでな、まあそんなら出てやろうということで出ておるのだ。でもこんなに悪魔が受けるとは思わなかったんじゃないの？いやいや、これは我々の目論見通りだ、全て。おお、そうですか。人間界、もう人間どもはもう新しい救世主を待ってる。ところで4月2日にね、アルバムシングルカセットをリリースしてますけれどもね、通算2枚目、やっと2枚目ですけどね。そうだな、まあこれは芸能界あるいはミュージシャンという立場からすれば2枚目に過ぎないことだが、我々は生物学的にはもう10万年も昔から人間のことを研究しているわけだから。でも10万年前レコードっていうのは悪魔の世界ではあったのかな？ないない。なんか僕も引き込まれそうな感じになってきましたけれどもね。ない。ということは、世を忍ぶこう仮の姿としてやっぱりレコードを出して、その悪魔活動をしようという。まあそうだな、別に世を忍ぶ仮の姿でレコードを出してるんではなく、レコードは自らの悪魔の姿のそのもので出している、ところでね、今度のレコードっていうのは1枚目と比べてどうですかね？2枚目の方が、内容的にはこう、統一されたものが入っているんではないかという気がするんだが、1枚目はどっちかというと、今まであった自分たちの楽曲っていうものを目いっぱいこうバッと出してみたというね。で、2枚目はちゃんと考えて、もう1枚目出して慣れてね、それでもう トータル的なイメージを持って作ったという。まあそうだ、その通りだ。まあそれではね、そのアルバムの中からかな、ちょっと2曲紹介していただきましょうかね。まずアルバムタイトルとなっている、The End of the Century という曲と、それから我々の初のシングルカットというな、快挙を出した老人形の館、この2曲を聴いてもらう。閉ざされた雲だろうよ。
The end of the century.
さて世紀末で2曲お送りしましたが、ここでヒストリーオブロックです。洋楽邦楽を通してのですねロックの歴史を紐解いて名盤名曲をゲストと一緒に聴いていただこうというコーナーです。先週はねザ・ヤードバーズの幻の10年をお送りしましたけれども、今日はですね、デビッド・ボーイ、ロキシー・ミュージック等とともにですねよりビジュアル的要素を強調したグラムロックムーブメントを巻き起こしたですね T-Rex です。知ってますか T-Rex って？あまりよく知らないが、まあ名前だけは聞いたことがあるな。T-Rex といえばですねマーク・ボラン、そのマーク・ボランがですね1965年にソロデビューしてるんですけれどもね、それから T-Rex になったのが1970年10月2日、デビューシングルですね Ride the White Swan っていうのが出したんですけれども、それからですね Get It On とか Jeep Star とか Telegram Sam とかねいろんなヒットを出したんですよ。そしてですね1977年9月16日にねマーク・ボランが死んだ。よく知ってるじゃない。まあな、人の生死に関わることはよく知っているのだ。ああそっか。そしてですね、まあ当時はですね単なる通俗的なアイドルと形式されてたんですけれどもね、最近になってニューウェーブムーブメントの先駆けを成した伝説的なロックヒーローとして再評価されてるわけですよ。まあそういった意味でね今日お送りしようと思うんですけれどもね。で今日お送りする曲はですねメタルグルーで、この曲はね1972年5月5日にリリースされたんですけれどもね、当初ですね72年といえばですねこのいわゆる T-Rex が日本にもやってきて武道館でやったんですよ。でそれ僕もちょうど見てましてね、それからねやっぱりグラムロックっていうのがね非常に日本にも影響したというね、そういう時代なんですけれどもね。そしてこの T-Rex メタルグルーがですね、5枚目のアルバムとしてスライダーというタイトルですけどもね、そこに収録されておりますね。それではお送りしましょうね、メタルグルー T-Rex。T-Rex でメタルグルーをお送りしましたけどもね、なんか聞いててやっぱり思い出しませんでした？いやあの時代はあまりそういう音楽を研究していなかったんでな。あんまりよくわからなかった。そうだな、やけに明るい雰囲気だったな。そうなのね、あのみんな要するにその T-Rex っていうとちょっと暗いかなっていう雰囲気もあったんですけども、でもねキンキラでね、そうだ、T-Rex ではね
当時やっぱり男の子がね、男のアーティストがお化粧してね出るっていうの珍しかったのよ。ほうほう。今ほら世紀末なんかもうぐったぐった塗りつぶしてさ、我々は塗っているんではないと言っているだろう。あれが本当の姿、あれが本当の姿だと何遍言ったら分かるのだ。おお、分かりました、デーモン様。ということでね、さて世紀末に戻るんですけどもね、世紀末、もうライブもねすごい忙しくなって、ミサだ、またミサ、その通りですね、失礼しやした。人間の世界では、人間の世界では他のグループのことを同じような活動をライブと言ってるんですよ、うん、それは分かっておる。それ世紀末の場合にはミサ。そうそう、よく分かってる、うん、でその最中でね、うん、6月ぐらいまでほぼ回ると。そして6月の13日金曜日、大安吉日、おお、第2回大黒ミサが、後楽園ホールでやるぞ。うん、後楽園ホール、うん、後楽園ホールってのは初めてじゃない？いや、前テレビの収録で一回やったことがあるんだけれども、うん、まあワンマンでやるのは初めて。ああ、なるほどね。そして聞くところによりますとね、プロモーションビデオの原作者であるという。そうそう、うん、この度のあの我々のそのさっきかけたシングルカットの老人形の館を、うん、まあプロモーションビデオを撮ったんだけれども、うん、その原作を我が輩が書いたと。はあ。でそれはもう完成されてるんですか？うん、完成された。うん、で完成されてそのプロモーションビデオをどういうところで行けば見られるのかな？まあ販売とかそういうことではないので、うん、ビデオコンサートとか、うん、あるいはまあ各地のテレビ番組の、まあ、ビデオとして放映される程度だな。なるほどね。そういうね本当にね忙しい世紀末ですけどもね、うん、あと1曲になってしまいましたね。その1曲を紹介してください。はい、悪魔の賛美歌を聴いてもらう。
成功だ。記録っていいところだろ。バカ者、自分は決まったんだろうが。私の記録に受けるかしら。ああ、君ならきっと地獄に来れるよ。ロックリボリューション、今日はデーモン小暮様をゲストに、4月2日リリースのアルバム The End of the Century からそのタイトル曲 The End of the Century、 老人形の館、悪魔の賛美歌、そして History of Rock はヒーレックスでメタルグルーをお送りしました。デーモンありがとう。うん、ご苦労であった。ところでね、これからねまだミサツアーが続くということでね、うん、なんか風邪ひいてなんか声がちょっとおかしいという。ちょっとな、調子が悪いんだ。悪魔でも風邪ひくのかね。悪魔も風邪をひくのだ。そういったね、そのツアーに出るときっていうのはね、そういう本当の悪魔の姿で出かけるんですか。もちろんそうだ。という場合もある。正確には、うん、まあそうだな、うん、悪魔の姿で移動する場合もあれば、うん、容姿の仮の姿で移動する場合もあると。うん、そうですか。そういうみんなびっくりしちゃうんじゃないんだって。そうだな、まあ、なんか新幹線に乗ったっていう話も聞いたしさ、山手線に乗ったっていう話も聞いたしね、埼京線にも乗ったし有楽町線にも乗ったぞ、あのまんまで。で客がみんなもう寄りつかないっていうか、寄りつくというか、どっちかね。より逃げと追っかけとな、うん、こう対照的に分かれるわけだ。知ってるやつはみんな寄ってきて握手してくださいだろ、サインくださいだろって、ね、近づいてくる者もいれば、どん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 遠くへ逃げていくやつも多いというな、うん、極端に二手に分かれるという現象が起きる。なるほどね、うん。さてそしてですね、6月の13日金曜日開演吉日後楽園ホールでミサがあるからな、うん、ちゃんとお前ら見に来るようにな。ということでね、今日は本当にどうもありがとうございました。うん、ところで調布市の上田和成君、杉並区の後藤律子さん、世田谷区の高田文子さん、板橋区の島田雅子さんね、他の方々からたくさんのおはがきをいただいています。皆さんね、リクエストをいろいろ書いてくれていますので参考にさせていただきます。どうもありがとう。おはがきの宛先は郵便番号 102-91 千代田区麹町郵便局支所箱49号、 FM 東京ロックリボリューションの係です。お待ちしております。さて来週は子供バンドの宇治木剛君が来てくれます。何、宇治木が来る。うわ、また出たよ、うん、あの宇治木はな、けしからんやつでな、うん、どうしてこの間な、某愛知県のテレビ局で、うん、一緒に番組主催のボーリング大会っていうのがあって、うん、子供バンドだとかボーイとかな、うん、ラッツ&スターとか、うん、いろいろ我々セキマスとか出てやったんだけど、うん、あの宇治木というやつは初対面にもかかわらずな、うん、我が輩に向かっていきなり銀玉鉄砲でバンバン撃ってきやがったりとかしてな、非常に無礼なやつだ。うん、じゃあそういうことをね、うん、藤木君にね、来週はね、わかりました。なんかどっかの番組見たくなってきましたけどね、だから面白いやつだったの。まあということで来週もね、本当ににやかにね、大変なことになりそうです。お楽しみに。ではまた会おう。お相手は山本隆でした。それではまた来週。